東条バサラです。名前はちょっと物々しいですが、君委員長なんだろう。俺はどうすれば。何やってんのよあんたたち。いい加減に離れなさいよ。いきなり抱きつくなんておかしいんじゃないのあんた。別に私とバサラはこれが普通は。ちょっとバサラどういうことよ。成瀬さんには関係ない。関係あるわよ。私こいつと一緒に暮らしてるんだから。人って転校初日にここまで孤立できるものなのか。それでね。あ、ミオ。何よ。いや、昼飯はどうすりゃいい。委員長の板挟みだから。購買部で買えばいいでしょ。再会した幼馴染さんと食べれば。ほや。沢村さん、おはよう。沢村さん、おはよう。沢村さん、元気してた？沢村スペンサー、エリリ。父親がイギリス外交官のハーフお嬢様。色白、ハーフ、金髪、ツインテール。しかも、ミンソ。うかつだったな、エリリ。まさかお前が初回限定版を買い逃すなんて。まあ、通販サイトは。そうじゃ話しかけるなって言ったわよ。お前がナンバーワンイラストレーターだからだよ。サークル、エゴイスティックリリ。柏木エリ。だから学校ならその名前を出したずっと待ってる。絶対トモくんのゲーム会社の原画家になる。エリリ、トモくん。どうかしら。そんなにないで見て夢のない約束なんかするか。しかも絶対したんだもん。別に引き受けるつもりなんかないからね。ただずっと待ってられても寝覚めが悪いから。それは首相の心だけ。中に誰かいるの？中に誰もいませんよ。金ちゃん、私に何か隠してることない？ない。隠し事なんてありえじゃない、ありえねえから。そう、よかった。じゃあ私帰るね。さあどうぞ金ちゃん。おお。全部金ちゃんのために作ったんだよ。おお、ありがとう。うまそうだな。食事の後はお風呂、それとも、まだね。ちょっと、なんで私の席には食器がないのかしら。ほや。ところで子たちは家計と随分仲がいいんだな。そうだよね。ふーん、家計が気になるの？別にそんなんじゃない。あらあら、これは。でも家計って本が恋人って感じだよね。部屋中本だらけだし。家計さんの部屋に上がったんですか？あれ、家計行ってなかったんだ。私たちのこと。まさかそこまで。スキャンダル。やだな、ただ部屋が隣ってだけだから。言われてるけど、行っても二人で深夜ドラマ見るだけだし。じゃあ私先に出てるから。いつでも二人で深夜。かけいさん。 The next day。 はい。うるせえぞ、こだち。こだちです。こだちだ。こだちです。こだちですけど。あ、はあ、ここが加計くんの部屋か。冷蔵庫借りますね。白崎。洗い物が残ってたから気になっちゃって。いいって、そんなことしなくても。すぐ終わるから大丈夫。なんか悪いな。出たー、出ましたよー。国士官殺人事件、ドグラマグラ、虚無への供物、世に言う三大奇書じゃないですか。加計、本は本棚にしまうものだぞ。キャパオーバーなんだよ。こういうのは落ち着かない。整然と並んでいるべきものだ。別にいいだろう。お前が住むわけじゃないんだし。そうとも限らないだろう。いや、住むわけないな。何を言ってるんだ私は。朝から騒がしいと思えば家に押しかけてアピール合戦。何勝手に入ってきてんだよ。いいじゃん、いつものことだし。いつものこと。本当に
にお隣さんだったんですね。しかも好きに出入りする仲と。ああ、今日は買い物に行くんだろ、早く行こうぜ。あ、それなら私も行く。おや、ルシアン。ルシアンって、そう。おはよう、ルシアン。え、西村、知り合い？いや、ここまで一緒にいられなかったから。違うんだって、そういうんじゃねえって。ルシアンは私の大事な旦那様です。The next day。 もう朝ですよ。今のセリフを使いこなすにはアコではステータスが足りないかな。オーケー、よろしい。アコ、威嚇なんかしなくてもあんたの旦那を取ったりしないわよ。いらないし。失礼な。じゃあ私もお風呂に入って寝ますね。お風呂。何想像してんだよ。そ、ちょっと相談があって。うん、なるほどにゃ。その子、リアルとゲームを全然区別してなくて。誰に何を言われたんですか？え、誰かに会ったんでしょ？それで何か言われたんですよね？女の人ですか？いやいやいや、違うって。そっか、女の人なんだ。違うって。奥さんって夫の浮気は一目でわかるんですよ。浮気なんかしてねえし。名前聞いてもいいですか？なぜ？ご挨拶したいので。やめて。というわけで一発で全部バレました。見ましたよ。アコ、ああいう人がルシアンの理想なんですかにゃ。それで学校とかも全部やめてルシアンに養ってもらえたら。いや、アイスでも食おうぜ。はい。あ、でも私お財布持ってません。ほら。彼女はまだ来てないぞ。だからあいつは彼女とかじゃなくて。分かってるよ、嫁さんなんだろ。たー、西村、死ねとは言わんが。とりあえず不幸になれ。素直すぎるだろ。あ、平気平気、いつものことだし。西村って秋山さんともたまに話してるよな。これって浮気じゃね。ああ、これは嫁さんに伝えないと。ルーシアン。ルーシアン。ヒールかけてください。ヒーラーはお前だろ。楽しかったです。だな。何かご褒美ください。よし、何でも言ってみろ。今何でもって言いましたよね。待て、ご褒美って言ってもゲームの中だからな。次回のアップデートでハウジング機能が。もしかして邪魔しちゃった？ほや。そう、まさかこんなに効果があるなんて思うわけがないよな。星に繋がるのよ。先の宮めぐみって知ってるだろ。告白しようと思うんだ。大出血サービスで、めぐみには私が飲ませておいてあげるわ。おはよう。おはよう。うさぎの宮さん、やっぱり高嶺の花だよな。せめて友達になりたいもんだよ。あいつ、うまく飲ませてくれたな。サンキュー。
ま、逆算してきなよ。お前、そういうこと言うなよ。しょうがないわよ。一縷の望みだった惚れ決めもどうやらダメだったみたいだし。ダメ？初めに惚れた気持ちがあるとか関係なく影響が出ちゃってる感じなんだわ。これが鷺の宮さんは平気なんだな。平気よ、放っておけば抜けるから。そういうわけだから、ほら、さっさと行きなさい。めぐみはもう教室を出ちゃってるわよ。ほら、さっさと行く。向井山くん、あのミサがここに来るように言ったから来たのだけれど、向井山くんは、めぐみさん、俺はあなたが好きだ。めぐみさんは俺のことどう思ってるの？私は諦めさせて傷ついたところをとか思ったんだけど、はあ、作詞作に溺れたわね、私としたことが。ここ女子トイレよ。俺ひどいことしたよな。ひどいこと、なんかもう呆れを通り越して尊敬の念すら覚えてくるわね。まあなんだかんだとラブラブになれたようで何よりだわ。それじゃあ私は晴れて愛のキューピッドになれたようなので、お役目ごめんってことでいいの？何が言いたいのよ。はじめくんのことを何とも思っていないなら惚れ決め飲めるわよね。わかったわよ、飲めばいいんでしょ。飲めば何よ、私は最近の初めはちょっとかっこいいかななんて思ってないだからね。というわけで、いい感じでまとまったかに見えた俺たちでしたが、世の中はそんなに甘くなかったわけで。またまたミサったら冗談が好きなんだから。だから冗談なんかじゃないんだよ。だからさ、なんでミサが彼女で私が2号さんなわけ？そこはやっぱり後から来た方が遠慮して一歩引くべきでしょ。あれあれあれ、だってめぐみってば小意地に後先関係ないって言ってたじゃん。いいわ、めぐみと私2人の惚れ決めを作ってはじめに飲んでもらう。え、うん、互いの惚れ決めを飲んでもらった上ではじめくんに決めてもらえたんならその意向に従うよ。というかさ、はじめはきっとどっちも好きなはずだから、これはもうより気持ちよくしてもらった方が制裁ってことになるのかな。